林葉、次は初めてのステージだろ。準備はどうだ？マイカ中の高さは練習のよりずっと高い。それに次のステージは出陣祝いでもある。ミスは許されないぞ。林葉、立て。疑っているのか、自分を。先生、僕は。よく思い出せ、獅子舞とは何かを。生き物だ。捕まえて逃げて、他の動物はそうやって本能のまま生きている。なのに人間は意味のないことを延々と繰り返す。一緒に遊ぼう。君たち怖くないの？どうして？別に兄ちゃんは怖くないよ。だって獅子がいるもん。悪党なんてへっちゃらだよ。かあ。そろそろ行かなきゃ。林葉の番だけど、彼を信じよう。お待たせ。そう、獅子舞の神髄とはつまり恐怖を吹き飛ばす勇気。林葉、ここからは僕に任せて。前回と練習してきたこの足運び、この身をたぎらす衣装と舞い、僕が全て未来まで連れて行く。